質問がピンマイク装着プレイが話題になってましたが、はいはいはい、あれ実際どうでしたか。例えば僕が6番やと7番やで悩んでんだよねって言った時に、うん、佐藤さんが7と8で悩んでたらもう7しかないんですよね。でもアメリカ行ってる時やっぱそういうのめっちゃあったし、アメリカはあのサマータイムっていうあの時間の調整があるんで、うん、あの日の出の時間をまあ遅らせて、うん、まあ、夜を長く明るい時間を長くするっていうシステムをアメリカ入れてるから、夜の8時半とかまで明るいんですよね、うん、でその代わり朝が日が昇るのが遅くて、うん、まあ、7時半とかが日の出なんですけど、うんうん、それで7時半スタートとかなんですよ、あのトップスタートが。でだから朝ゴルフ場出て真っ暗で、うん、朝のパッティング練習も真っ暗で練習場も真っ暗で、最後のパッティングのスタート直前のパッティングの練習の時にちょっと薄暗いみたいな、で日の出と同時にスタートみたいな感じなんですよ。まあ本当に今こういう設置されてる、うん、あの電そう照明を、うん、練習場の右端と左端にボンって置いてあって、だからみんな端っこから練習していくっていう、その真ん中が一番暗いんで一番明るいところをみんな撮っていくんですけど、うん、マジで暗くて、それで初めてあの GC クワッドってあるじゃないですか、うんうんうん、あの弾道計測器、うん、あれってそのインパクトの瞬間にの情報を捉えて、うん、何ヤード何ヤードって出るじゃないですか、うん、スピン量とか、うん、あれがあの赤く光るんですよ、あれインパクトの瞬間に赤い、うん、赤い光がバンって点滅してデータを取ってるっていうのをそれで初めて知りました、うんうん、暗すぎてそう明るいところでみんないつも打ってるからその時は分からんぐらい分かんないですよね、一瞬光ってるんですよあれ、うん、っていうのを知って、これ光ってるなってそれぐらい暗いってこと、そうインパクトの瞬間バンって赤くなって、なんだこれと思ったら、うん、こんなん多分分からんよね多分日本ツアーしか結構だからやっぱり PGA 見るけど、はい、その一番いい組しかやっぱ見れんやん。そうですね、で一番いい組は本当に明るくなってから練習できるような、うん、だから8時半スタートとか7時半が日の出だったら8時半スタートみたいな感じですよね。だからタイガーとかマキロイとかがいたらもう、まあ、秀樹もそうですけど、うん、やっぱそういう一番いい時間でまあこっちでの寮たちみたいな感じそうそうそう、やっぱでもそこからこう這い上がってく感がすごい強いし、うん、まあ、這い上がっていけばあのいい待遇を、まあ、そういった面でもらえる。プロアマの時間も、うん、あの第1希望から第3希望ぐらいまで選べる、出せるんですよ。で、まあ、出てる選手が世界ランクっていうか、うん、まあ、フェデックスランク1位から、うん、まあ、順番に多分自分 の、うん、あの希望通りの時間帯でプロアマをやらせてもらえるんで、うん、タイガー・ウッズはもう朝一の一番の1というか一番早い方が好きなんですよ、タイガーは。でも午前組の最後が好きな人もいるし、まあ、アメリカって午前プロアマ、午後プロアマが両方あるんで、うん、めっちゃ遅い時間帯が好きな人もいるから、選手の第一希望を言える。あ、そうなんや。はい。まあ、これはちょっと脱線しちゃってますけど、やっぱりそういう。こういう PGA ツアーのこととかはやっぱみんなね、わからんし、でもテレビは見るやん、はい。日本ツアーもこういうのもあるやん。うん、やっぱスタート時間で、はい。QT 選手だったり、アメリカもやっぱ、アメリカの方が、そういうのがあるってこと。なんかやっぱり本当にアメリカンドリームっていう言葉がずっと昔からありますけど、それをやっぱすごい感じるし、うん、厳しい世界だけど本当に夢がある、うん、なんかやっぱりコンフェリーツアーでやってた選手がレギュラーツアーのツアーカードをもらった時のあのなんか震える感覚とか、うんうん、全然やっぱり違うと、全然違うツアーに俺は行けるんだっていう、その喜びが本当にすごくて、コンフェリーから上位25人で PGA ツアーに出れるっていう時って、うん、もうその25人でみんなハグして来年頑張ろうぜっていう、で最初の1シーズン目は、うん、とんでもないみんな悪いスタート時間でスタートするし、毎週必ずサスペンデントで上がれない組が 2組3組あるんで、すごい。そこは大体コンフェリーから行ってる選手とか、まあ、予選会から行ってる選手の組が最後日没で回れませんっていうのが予選ラウンド、初日か2日目は絶対午前午後なんで、午後の最終組はやっぱり下のツアーから上がってきてる選手たちなんで、もうそこから這い上がっていく選手はでもいるんで、やっぱりあいつ先週一緒に回ったのに優勝しやがったとか、まあ、今週予選一緒に回った選手が優勝するとか、
やっぱめっちゃ僕もあって、パトリック・リードとかジョーダン・スピースとか、やっぱり一緒に回った人に勝つっていう選手をやっぱ見てるから、まあ本当に夢があるし、うまい選手は上に絶対上がっていくし、それやっぱ環境だったり待遇とかに左右されないのがなんかゴルフの本当に面白いところで、実力があったら絶対上に行けるし、そのなんだろう、審判とかそのまあルールとか、その何かに相手に左右されるとかもないじゃないですか。例えば対戦相手が強かったから全然今年成績残せなかったっていうことはないので、うまければ上に行けるから、まあそういうのをやっぱ見てて、やっぱこううまくなりたいし、なれるし、なりたいしっていうのがモチベーションにはなりますよね。ね、これジュニアも見てくれる子が おると思うけん、こういう話を聞いてアメリカに行きたいって思って ね、リョウみたいに日本ツアーで賞金を取ったりしてアメリカ行って、それでもそういう経験をするってことやけどね。そうですね、日本からやっぱアメリカだったらヨーロッパに行く選手が今こう年々増えてるんで、すごいいい流れだなって思います、本当にやっぱ日本国内 そのスポーツシーンではやっぱ国内が盛り上がるための一つのやっぱ要素としては、世界レベルの選手がその輩出できて、でその選手が多ければ多いほど、あの日本 そのスポーツのファンも楽しみだから、国内もこう相乗効果で盛り上がっていく、次に行くのは誰なんだっていう目でみんな追えるし、結構そこが日本国内がまあいい意味でゴールじゃないというか、その選手選手で当然目標違いますけど、まあ割合で言うとこの世界っていうところを最初から目指してゴルフを始めたり、真剣にこうプロになろうと思ったりっていう選手がやっぱこの時代だと思うんですけど、やっぱ増えてるんで、そうよね、前はそうなかったもんね。なんかやっぱ僕の時代ぐらいからなんですかね。そうと思う。タイガー・ウッズっていう選手がいたり、やっぱり丸山茂樹さんがいたりっていうところで、日本の選手がこうアメリカで活躍するっていうシーンだったり、アメリカのまあメジャー、世界のメジャーをテレビで見るっていうことができる世代だったりっていうところで、まあだいぶ変わってきてますよね。もうここの間ぐらいなのか分かんないんですけど。そうね、俺らの時はやっぱでもまだ少なかったね、向こうに挑戦しようっていう、やっぱ寮とかが挑戦して、そっから結構挑戦しようっていう子が多くなった、はい、今の若い子もヨーロッパ行こうとか。やっぱ山さんの功績はすごい大きいと思いますね。すごいと思う、で今の秀樹の功績も多分今僕らが思ってる以上に将来に影響を与えていくと思うし、まあ、オリンピックもそうですし、ね、すごかったね、はい、すごいことだと思いますね。やっぱ、なんか他のスポーツだと、他のスポーツとゴルフとやっぱちょっと違うのは、なんだろう、テニスとかだと結構分かりやすいですけど、やっぱなんかそのビッグ4みたいな4人が昔からずっと、あのフェデラーとかナダルとかいて、マジで誰も勝てないみたいな、そのトーナメント戦であの128人なのか64人がこう当たっていく中で、絶対にその2人が最後決勝来るとか、その4人で準決勝になる、その上の4人がマジで毎回どの、あの大きな大会もその4人が準決勝ですっていう、でもゴルフってそれが起きにくいっていうか、もしマッチプレーをやったら必ず世界1位2位で決勝になるっていうことがゴルフは非常に少ないので、それがやっぱゴルフと他のスポーツの結構こう難しさ違いだったりするし、だからそれでまず期待、メダルに期待っていうニュースに最初ゴルフがなること自体がすごい珍しいことだし、秀樹がメダルチャンスあるっていうか、期待大っていうふうに扱われること自体がやっぱ相当実力が抜けてないと、あのそういう報じられ方すら難しいし、で実際メダルを取れるっていうこと自体も全員が思ってるよりも難しいことなんで、とんでもなくすごいことだと思うんです。上すごかったもんね、上位、はい、やっぱゴルフであれがちゃんなんか世界ランク1位の人が金メダル取るって、オリンピックのを見てるあの他のスポーツファンの人からしたら、やっぱ世界ランク1位が金メダルやっぱりなってなるかもしれないですけど、マジでそれ起きにくいと思うんですよ、ゴルフって。だからやっぱシェフラーが今年どれだけ強いのかすごいのかっていう、多分タイガーの
あの一番勝ってた時みたいな感じだと思うんですけど、うんうん、相当だと思いますね。シェフラー回ったことある？あります。ある、はい、4年ぐらい前だったんですかね。でももう出てきたぐらいってこと？出てきてまだ僕もこの人何歳なんだろうって思ってて、年上かなって思ったら、うん、めちゃくちゃ年下だったっていう感じだったんですけど、うん、めちゃくちゃいい選手というか性格も良くて、切り替えがファッて早いんですよね。そのダメだった時のミスショット打った時の、うん、1回怒ってもすぐにめっちゃ忘れて、なんか怒ってるとかあんま見てないよね。まあやっぱ最近は多分そうだと思うんですけど、うん、やっぱ結構みんな向こうの選手も怒るのは怒るんですよ、うん、あのクラブバーンってやったりとかはあるんですけど、うん、バーンってやって、うん、あーちょっと気まずいかなって思ったらなんか10秒後ぐらいにねえねえりょうみたいな感じで話しかけてくるみたいなあれブチ切れてなかったみたいな感じなんですけど、その最近日本どうなのみたいな、うん、めっちゃ明るく普通に言ってきたりとかえ違う人なのみたいなぐらいやっぱ切り替えがすごいっていうイメージはあって、 あとはやっぱ3番ウッドとかのスティンガーみたいな球を段違いに低い、そのミクムのあのスティンガー分かります、うんうん、ああいうのを打ってくるんですよ。なんかこうなんとなくイメージで、うん、みんなでかい球をどんなロケーションでもでかい球を打ち続けるみたいな、 PGA ツアーの選手はやっぱシェフラーはドライバースプーン2番アイアンぐらいの、うん、上の3つでものすごい低い球を打つときは打つ、その割り切りがすごいですね。やっぱドライバーでキャリー300打ちたいホールもあるし、うん、でもちょっと狭いなとかちょっと気持ち悪いなって時に、うん、もうすぐそれを使うっていうのが、ミスショットかなっていうぐらい一瞬ドキッとするぐらい低いっていう、それが、まあ、ドライバーでも打つと、ドライバーでも打ちますね。でもやっぱ3番ウッドが多かったですね。デスティンが、はい、すごいね。すごいです。しかもなんかこう抑えないでフルショットフルスイングするけどすごい低いみたいなのを打ってて、なんかすごいやっぱ感覚派だと思うんですけど、うん、そういうのいろんな球を打つ選手ですね。はあ、うん、なんかそういう雰囲気はあるね、うん、スティンガーとか結構チャンネルでスティンガーやるよ。はいはいはい、それも寮のやつみたいね。ちょっとモルフィさんのにはもう遠く及ばないなんでただ低くて寮のスティンガーも面白そうやもん。ただ低くてキャリー出てないだけだね僕の。いやそういうの全部ここから回していっても絶対にスライスしないんで。おい。